川大学のキック、そして慶応義塾大学のリターンで開始ということになります。今神奈川大学のキックで試合が開始されました。7ヤード付近からのリターンとなります。慶応義塾大学です。慶応義塾大学を戻していきます。これはそのままエンドゾーンに入るかどうか、いやここでアウトバンクとなりました。クォーターバックは2番の久保田です。その久保田、7番の大河原にボールが渡りました。その大河原がぐっと上がっていきます。現在リーディングラッシャーの大河原のランプレーとなりました。早速ボール決定決まりますと32ヤード、うんとここはパスを投げてきてパス成功する。その後どうでしょうか、ファーストダウンには至ったかどうか。慶応義塾大学ここはもう一度パスを投げてくるか、どうだ、ターゲットが見つかりましてパス成功、タッチダウン、タッチダウンです。慶応義塾大学叩きました。クォーターバック16番の大沢ボール後ろに渡しました。ピッチしています。ただここは慶応義塾大学のディフェンス陣の集まりが早かった。慶応義塾大学のタックル、フォースダウンの攻撃、パンと蹴りました。40ヤード付近から慶応義塾大学がリターンをしていきます。攻撃権はセカンドダウン、エンドゾーンまで残りが6ヤード。ここもボールが渡りましてランプレーを行ってエンドゾーンに入りました。タッチダウン、タッチダウンです。慶応義塾大学、慶応義塾大学の17番ランニングバックの伊藤にボールが当たりました。伊藤の6ヤード。クォーターバックは16番の大沢です。その大沢ボールをパスを投じようとしたところ、慶応義塾大学ファーストダウンです。エンドゾーンまで残り2ヤードです。ランプレーを行いましてこれはエンドゾーンにボールが入りました。タッチダウンです。慶応義塾大学ランニングバック23番の高島にボールが渡りましてタッチダウンとなりました。慶応義塾大学パスです。パス成功しました。今日初めてのパスプレーです。パントを蹴りました。攻撃権が慶応義塾大学に移ります。ランプレーを行いますのは7番の大河原です。投げていきます。これはビッグゲイン、ロンゲインになる。そのままエンドゾーンに入るかどうか、俊足を飛ばしてエンドゾーンに入りました。タッチダウン、33ヤードからの67ヤードのタッチダウンなんでした。7番の大河原です。慶応義塾大学ボールをファンブルしましたが、ここはそのままボールを持ってエンドゾーンに駆け込んだタッチダウンです。慶応義塾大学。ウォーターバック15番のストーマボールをファンブルしましたが自らキープ、エンドゾーンにボールを運んでタッチダウンとなります。7番の大河原にボールが当たりました。慶応義塾大学です。ここは大河原が正面からタックルを受けました。その大沢パスを投げるか、パスを投げる前にこれまた捕まりました。パントをリターンしていきます。慶応義塾大学、ここは抜けました。あと残り1人、2人、1人になりましてここで捕まった。慶応義塾大学のパント、パスを投げます。パス決まりました。パス成功、どうでしょうか、エンドゾーンに入るかどうか。タッチダウンです。あのパイロンを踏みますとタッチダウンとなります。エンドゾーンに入ったということになります。まさにタッチダウンですか、いやその前にボールをファンブルしました。フィールドの判定はどうでしょうか。タッチダウン、タッチダウンとなりました。エンドゾーンにボール運ばれています。タッチダウン、
パスを投げる、どうでしょうか、パスキャッチした、パス成功、ファーストダウンを獲得しました。今日最初のファーストダウンとなります、神奈川大学です。慶応義塾大学のランプレーを選択しました。慶応義塾大学エンドゾーンに入りました。タッチダウン、タッチダウンです。慶応義塾大学、慶応義塾大学の21番ランニングバック滝野のタッチダウンでした。ここはタックルをしました神奈川大学です。ここもパスを投げてくる川島、短いパスですが決まりました、パス成功。ただここでタックルをされています、26番のランニング水島が持ってそのまま走るか、いや秋田にボールが渡ってタッチダウンです。34番の秋田にボールが渡りました。エンドゾーンにボールを運びましてタッチダウンとなります。これが最後のプレーになるかどうか、神奈川大学ここで試合が終了です。ここで試合終了となりました。ご覧